イカゲソを投入。今日は先日鮮魚スーパーで売れ残っていたところを救ったクリガリの一日をご紹介。まずはお食事タイムです。好物とされるイカを投入。ビビって逃げていってしまい、挙句の果てにはいらんねんとばかりにキック。せっかく買ったのに悲しいので一番うまそうなゲソを投入。全然興味なし。イカは残飯処理班に託します。さすがの食べっぷり。クリガリには青い染めを。いい食べっぷり。ズームすると結構グロいですな。その後はこすりに乾水とメンテナンス。綺麗になって気持ちよさそうです。詳しい内容は長編動画をご覧ください。